はい、こんにちは。今日はですね、普段自分がやっている、大胸筋をでかくするためのね、おすすめ種目、これをね、ちょっと紹介したいと思います。で、普段まあ自分は、まあ、第一種目はね、結構聞く聞かないとか関係なくね、遊び心を持って、高重量のね、プレス系を記録更新するっていうのをね、第一にやってきてるんですけど、で、その後で2種目目ですね。2種目目にいつも取り入れている種目になります。で、大胸筋を鍛える場合、まあ、プレス系の場合、まあ、厚み、まあ、できるんですけど、やっぱりね、こう、自分今まで大胸筋トレーニングしてきて、全体的なね、大きさっていうのを作るのには、やっぱり大事なのはね、ダンベルフライなのかなっていうふうにね、思います。で、ずっと今までね、それを実践してきて、まあ、大胸筋は、それなりに大きくなってきました。はい。まあ、昔はね、もうプレスばっかやってたんでね、もうこの、縦の厚みばっかできたんですけど、ここにね、フライをね、集中して入れることによって、このね、全体の広がりとかね、横の厚みとかね、もうできるようになってね、で、こう、V シェイプも、できてきたという感じになります。で、ダンベルフライはね、まあ、すごいおなじみの種目なんですけど、特に自分がやっているやり方っていうのがですね、ドロップセットになるんですけれど、まず高重量でフライを行います。で、高重量でフライを行って、で、それはまあ重いので、まあストレッチはね、かけれるところまででいいです。で、上げるときも、上まで上げきらずに、これぐらいですね。普通、まあこれぐらいまでするんですけど、まあこれぐらいみたいな感じでやります。まあ動かせる可動域の範囲でね、やります。で、その後に、本当に軽い重量です。もうね、自分いつも12キロでやってるんですけど、ジムでやる場合は。10キロとか12キロぐらいでね、その後目いっぱい胸を開いてストレッチを効かしたね、フライをやるんです。そうするとですね、めちゃくちゃ入ります。はい。最近それをやった日とやらない日の次の日のね、胸のね、疲労度って全然違いますね。やっぱそれやった日はね、やっぱり次の日、胸パンパンになりますね。なんか筋肉痛っていうか張ってる感じがね、普段筋肉痛自分ならないんですけどね。やっぱりね、ストレッチを効かすには、やっぱダンベルフライが一番いいのかなってね、自分はね、思ってます。ケーブルとかでもね、ストレッチ効くんですけどね、やっぱりこの強いね、この、重力に無理やりね、こう引っ張られる感じ、ストレッチっていうのはね、やっぱこうダンベルフライがね、一番ね、秀でてるのかなというふうにね、思います。で、その、低重量のね、ストレッチフライ、勝手にストレッチフライってね、名付けましたけどね、もうとにかくね、ゆっくりね、もう4秒、5秒ぐらいね、かけてゆっくり下ろして、上げるときはシュッとね、もう1秒ぐらいでね、シュッと上げる感じでいいです。1秒から2秒ぐらいでね。とりあえず、ゆっくり下ろして、限界まで、もう関節が、こうね、行く限界までストレッチ効かして、で、そのストレッチ効かすときは、しっかりね、胸を張ってね、胸を突き出してこう、ストレッチかける感じですね。で、このストレッチかけたところで、ちょっと気持ち、こう、こんな感じでね、静止してやったりとかね、ちょっとこう、揺さぶりかけてやって、で、こう、胸で潰す感じで、こう、閉じる感じですね。これやるとね、本当にね、重量軽いんですけどね、10レップやるだけでね、もうパンパンになりますから。こういう大胸筋が引っ張られてちぎれるような感覚がね、非常に僕はね、好きです。それではね、早速ね、やってみたいと思います。まあ自分のまあいつもジムでやっているルーティンとしては、まずフラットでやります。フラットで、高重量、低重量を2回2セットやって。で、ちょっとインクラインにして、今度インクラインで同じように、高重量、低重量って形で。インクラインの場合ね、ちょっと重量をね、少し落としますけどね。っていう形でね、だいたいいつもそのセット、4セットやってます。もうね、もう、フライ系これだけでもいいんじゃないかなっていうぐらいね、結構パンパンになるんですけどね。だからまあ、自分の場合、こう、プレス系やって、もうこのフライ系やって、で、最後ちょっとね、ケーブルでね、この内側を、こう、
閉じる感覚ね、内側をねケーブルでねこうペックぐらいとかでね鍛えてやるとね、こうバランスよく鍛えられると思います。で、まあ、あのケーブルない時もね、昔ちょっとあの紹介したプレートをね胸の前で挟んでねこう上げるやつね、こうなんで、これでもね内側ねかなり入るんでね、バランスを鍛えられると思います。それではねちょっとやってみたいと思います。まずこれは、32.5kg になります。10kg のダンベルになります。でこっちに 10kg についてはとにかくしっかり開く、このいけるところまで開く。でこう開いたところでちょっとこう止めてやる、もしくはちょっとこうこんな感じで入れてギュッ、しっかりこう肘はねそんなに曲げないでね、軽く曲げるぐらいでほとんど曲げないで大きくダンベルを広げる感じです。でしっかりストレッチ効かして、という感じで、やってやるとね、すごいですよ、これ。パンパンになりますよ。本当に。これ10キロですよ。10キロのダンベルフライでもね、十分ですね。はい。で、10キロの時は、肘をね、とにかくこう、内側に、曲げないで、できるだけこの、こう開く感じですね。開いた状態でしっかりこう胸を開く。でそれに対して高重量の場合はね、その肘の角度でやっちゃうと肩壊しちゃうんで、高重量はちょっと内にね曲げて、でそのまま下に下ろす感じ、ちょっとねフライプレスみたいな感じでやります。でまあ高重量の場合はね、下まで下ろしすぎるとね肩痛めちゃうんでね、もうできる範囲ぐらいで、肘が、自分は肘と地面が、ね、水平になるぐらいですかね。これでも十分ストレッチ効きますからね。で、そのまま腕で押すっていうよりも、こう、胸を潰しながらこう、畳み込むみたいな感じで、あります。エアーでやってもね、胸に入りますよ、これ。感じですね。はい。で、2セット目以降の重量なんですけど、重量はもう落とさないで、そのままいきます。回数がね5回ぐらいしかできなくてもね、もうそれはそれでいいです。どうせすぐドロップしてね、限界まで追い込むので、はい、それはそれで仕方がないと思います。
まあ、あのできれば1セット目は、まあ、10回ぐらいできるね、高重量の方もね、10回ぐらいできる重量でね、やってもらうといいと思います。で、2セット目はね、もう7回とか6回とかに落ちてもね、いいと思います。ではもう1回ね、ちょっと2セット目ね、やってみたいと思います。ここもね、再び 32.5 ですね。まあ、あの重量ね、変える面倒くさいですからね、結構この30回話のダンベルをね、ジムでもね、ラックから持ってくるのもね、結構大変ですしね、あんまダンベルをね、洗浄しちゃうのもね、悪いんでね、基本的にはダンベルは重さを変えずにいきます。ではいきます。よいしょ。すぐさま、軽いダンベルでしっかり下ろしてストレッチ、1、2、3、4、5秒、変えてやるっていうね、やり方があります。ああ、きつい。正味ね、もうこの2セットだけでもいいんじゃねえのかっていうね、ぐらいね、追い込めてます。はい。あの、まあ、インクラインと合わせて4セットって言いましたけど、あの、まあ、実質ね、6セットやることになりますからね。まあ、きついなと思う場合は、まあ、3セットでね、フラット1のインクライン2か、逆でもいいですしね。はい。まあ、その辺は、自分の、筋量にね、とスタミナに合わせてね、やってもらえばいいと思います。正味フラットとインクライン1セットずつでもね、いいくらいだと思います。ではちょっと今からね、インクラインに移りたいと思います。はい、続いてね、インクラインですね。まあインクラインもね、基本的にはやり方は一緒です。ただもうフラットで結構追い込んじゃったんで、ちょっと重量は落とします。さっき 32.5 だったんですけど、今度は 27.5 キロでね、やります。これもね、2セット、自分はやるんですけど、その2セットもね、同じようにやるんではなくてですね、結構軌道をね、変えます。もう通常の、やり方、あとね、下からこう持っていくやり方とね、それをね、1セットずつね、自分はやるようにしています。それではね、やりたいと思います。すいませんね、ちょっとね、あの歯がね、調子悪くてね、マウスピースしないとね、ちょっとおかしなことになっちゃうんですよ。
い、すぐさま、あ、10キロでいきます。同じようにしっかり咲く。この辺になるとね、ちょっともう、かなり追い込んでるんで、もう回数はね、10回とかにこだわらずにね、もうやれるだけでいいと思います。はい。あとね、セット間のインターバルなんですけど、だいたい自分は、まあ、2分から3分。まあ、3分はね、取るような感じにしてます。まあ、最近はもう、ね、時間短縮で、もう3分取ってる間にね、肩、リアやったりとかね、スーパーセットでね、やったりする。だからドロップセットのスーパーセットなんで、結構ハードだったりするんですけど、自分はね、結構そういうやり方で、はい、短時間にね、詰め込みながらも、しっかりね、V 間のインターバルをね、取るようにしてます。はい。それではね、4セット目ですね。きます。でこれはね、どっちかというとこう、下からこう突き上げる感じのね、フライでやりたいと思います。より上部を狙うという感じですね。この開きながら肘をちょっと曲げながら、肘がこの体の側部に来る感じですね。でこうストレッチ効かしてフッと、トップはどっちかというとこう逆ハの字になるような感じでね、突き上げる感じでやります。すぐさま軽い重量で、ストレッチ効かせて、きつい。はい。はい。こんな感じですね。結構もう、これ取り入れると、最初にプレス系やって、フライこれやって、で、締めでね、ペックフライ、ケーブルフライ最初に言いましたけどね。やったらね、もうそれぐらいでもね、十分胸オールアウトするんじゃないでしょうかね。はい。そんなにね、種目数増やさなくてもね、十分追い込むと思います。大胸筋も結構ね、いい感じでね、
パンしてるんじゃないでしょうか。横から見てもらっても結構パンパンになってるのが、はい、こんな感じですね。もう十分ね、オールアウトしました。はい。まあ、ぜひね、ダンベルさえあればね、簡単にできるので、まあ、ジムでもね、できますし、自宅でもね、まあ、ちょっとベンチがないとしんどいかもしれないですけど、まあね、簡単に、追い込みますので、しかも結構効果はね、あると思います。自分もね、これやってきましたね。ぜひお試しいただければと思います。はい、いやー明日やばいな。